こんにちは。営業実務コンサルタントの島田です。よろしくお願いします。今日はですね、テレアポの14ということでお話をさせていただきます。営業との連携っていう話なんですけど、これはですね、アポインターと営業が別々だった場合なんですけど、必ず連携を取りましょうよっていう話なんですね。それでアポとしてちゃんと成立してたのかどうなのか、それで客先に、アポで行った時に何か言われなかったのかとか、内容、こう書いてある内容に差がなかったかとかね、契約決まった決まんない、それでアポインターさんに対して本当お礼をが言いたい場合は、その営業マンの口からお礼を言うとかね、そういったこの連携を取るってすっごい重要なんですね。これはアポインター教育にもなりますし、アポの質の向上にもつながります。それで今度は営業の方がそのアポインターさんのために頑張ろうみたいなね、そういった風にもなってくるんで、この連携はすごく重要です。コールセンターがね、例えばちょっと離れたところにある、私中国でやってたんですけど、中国まで行かなくてもね、地方でやってたりする場合はありますけど、そういった場合も今ズームっていう手があるんで、ズームでね、お互いそのアポインターさんと営業マンが直接こうやって会話してね、ありがとうございましたとかっていうと、アポさんこれ喜ぶんですよ、本当に。ということで、ぜひぜひね、営業とアポ、このアポインターさん、ここで連携をさせるっていうことを頭に入れてやられるといいですよっていう話です。終わります。